アントニオ、トーニネグリは、イタリアの哲学者、政治活動家、パドバ大学、パリ第八大学などで教弁を取る。主に、スピノザやマルクスの研究で知られる。マイケルハートとの共著、帝国では、グローバリゼーションの進展に伴い出現している。これまでとは異なる主権の形態を、帝国と捉えた。帝国の特徴は、その脱中心性かつ、脱領域性にあり、 アメリカが現代世界で特権的地位を占めていることを認識しつつも、世界はアメリカによって支配されているといった、アメリカ帝国論とは一線を画する理解を示している。私たちの基本的な前提はこうなる。すなわち、主権が新たな形態を取るようになったということ。しかも、この新たな形態は、単一の支配論理のもとに統合された一連の国家的かつ、 超国家的な組織体からなるということ、これである。この新しいグローバルな主権形態こそ、私たちが帝国と呼ぶものに他ならない。帝国主義とは、対照的に帝国は、権力の領土上の中心を打ち立てることもなければ、固定した境界や障壁にも依拠しない。帝国とは、脱中心的で、脱領土的な支配装置なのであり、これは、その絶えず拡大し続ける。 開かれた教会の内部にグローバルな領域全体を全身的に組み込んでいくのである。実際いかなる国民国家も今日帝国主義的プロジェクトの中心を形成することはできないのであって合衆国もまた中心とはなり得ないのだ。帝国主義の時代は終わった。アントニオ・ネグリ、マイケル・ハート、帝国ピアニッシュも4から6、マルチチュードとは何か。 グローバル化に伴い登場しつつある国境を越えたネットワーク上の権力帝国。この新しい権力の形成途上で生じる終わりなきグローバル戦争状態への抗議運動はそれぞれの得意性を保ちながらも共通のネットワークを作り上げる。権力と同型のネットワーク上の形態で戦う多種多様な運動の先にグローバル民主主義を推進する主体イコール。 丸の登場を予見する。帝国論の新たなる展開、ついに、日本語版登場。アントニオ・ネグリ、マイケル・ハート、マルチチュード帝国時代の戦争と、民主主義表紙見返しベネト州、パドバ生まれ。オートノミズムの指導者として知られていたが、1979年4月7日、赤い旅団による、アルドモーロ元首相誘拐暗殺を含む多くのテロを、主導した権威で逮捕。 起訴されたその後、事件への直接の関与や旅団との関係はなかったことが明らかになるも、1960年代から逮捕に至るまでの言論活動や過激な政治運動への影響力の責任を問われる形で有罪とされた。裁判中の1983年、イタリア議会選挙に極中立候補し当選。 議員の不逮捕特権により釈放されるも数ヶ月後に特権を剥奪され直後にフランスに逃亡、亡命した。フランスで活発な研究、執筆活動を続けていたが、1997年7月1日、刑期を消化するために自主的に帰国し、収監された。その後、数年をかけて処遇が緩和され、6年後の2003年4月25日に、 釈放となった。日本の財団法人国際文化会館の招きで2008年3月20日に来日し、2週間の滞在中に、東大、京大、東京芸大の3大学で、グローバル化時代の労働問題などをテーマに講演する予定だった。しかし、3月17日、日本国外務省から7月の東野コサミットを控えて、入国管理が厳しくなっており、 ビザを申請するよう説明を受けた。入管法では国内外の法律に違反し1年以上の懲役や禁庫刑を受けた外国人の入国を禁じている。政治犯に関してはこの限りでないとしているほか、事情により法省の特別許可を受けることができる。しかしこの場合、現地の日本大使館にビザ申請し、過去の資料をもとに本人から話を聞くなどの審査を経る。 数日間で出る可能性は極めて低いため、今回の来日日程に合わせるのは難しくなり、断念せざるを得ない状況に追い込まれた。これに対し、3月24日、ネグリの講演会でパネリストとして参加する予定だった、東大の教小中教授や神戸大の市田義彦、教授のほか東京芸大、京大、半大、お茶の水女子大など、 計八大学の研究者19人が来日直前にビザ申請などを要求したのは事実上の入国拒否であり思想、両親の自由の侵害だとして抗議声明を出した。その後、2013年4月に来日。5日、首相官定前抗議行動の様子を見に訪れた。ありがとうございます。